ヨセさん、ローランドさん、やっぱいいこと言いますよね。まあいいこと言うから、まあ、キーワード、言葉の世界で上り詰めるホストの世界で一際輝いてるんでしょうね。昨日聞いたことを言えない人って、見栄えが良くて上り詰めることできないんですよ。ですので、そのホストの世界でトップになるってことは、いい言葉をたくさん使ってて、その言葉によってお客さんの気持ちを動かしてお客さんの人生を変えてるってことなんでしょうね。 さあ今回ね、相田光夫さんの毎日少しずつ、それがなかなかできねえんだなっていう言葉です。これ共感する人は多いと思いますけども、そう、毎日のコツコツってなかなか難しいんだよねって共感するだけじゃダメで、その先を見ないといけないんですよ。この先は何かっていうと、積み重ねることができない習慣が積み重なってしまったってことなんですよ。だからなかなかできない自分がもっとできなくなるっていう恐怖なんですよね。その代わり、毎日少しずつ積み上げることができる人って、 少しずつの積み上げを1年とか3年とか5年もできちゃうんで凡事徹底の名の通りものすごいね飛躍的な力をつけてるんですよねこの差に気づくかどうかなんですよつまり継続できる人って順調にその力をつけるんですけども継続できない人ってどんどん因数がマイナスになるんですよねもうひどい人生になっちゃうわけですよあとはね関わる人との習慣ですよね継続できない人と関わったりとか能力の低い人と関わっちゃうと 能力の低い基準値が自分の基準値になるんですよでも高いレベルの人と関わっていると自分の低いレベルにだいぶ夢中を入れられるようになるんですよねもっと頑張らないとっていう気持ちとかねこのくらいが出来て当たり前になるっていうふうにいわゆるね引っ張ってもらえるんですよねでも通常人っていうのはレベルの低い人と付き合いたくないんですよできればこの人といてよかったな勉強になるな得したなって人とばかり付き合いたいんですよね とこころがこの得したいっていう気持ちが楽をさせてくれるとかね自分の失敗を見逃してくれるっていう人をこの人と付き合ってよかったって思うととんでもないまたこれまたねずる向けの人生になっていくんですよねで本当は自分のウィークポイントを教えてくれる人を大切にするべきなのにその人から離れていいよいいよそれでいいんだよっていう人ばかりと関わっちゃうんでどうでもいい人生になっちゃうんですよねで私もホストをやってた時にねものすごくいいね あのおがあったんですよ、ね、まあシャンパンコールでもないんですけどもお囃子ってのはね囃子立てるって意味なんですけどもそれは何かっていうとね、まあ、これで今回の動画終わりますけども大抵は「いい男いい男いい男」いい男って言うんですよでその後なんですよ「本当はどうでもいい男」って言うんですよね <laughs> これを言われた時は笑えるんですけどもまだまだだなと思いましたねいってらっしゃいませ。